今日はですね、まあ久々に顔出しですけれども、しばらくモールスの更新ですか、黙々とね、ケースをしているシーンのね動画ばかりでしたけれども、今日はですね、私のシャック、まあちょっと見えてると思うんですけどね、いつもちょっと見え隠れして、あんまり僕ね、まあこう何ですか、紹介するのもねちょっとかな、苦手というんでしょうか別にそれはどうでもいいかなと思って、ご覧になってるね方からね、まあ何名かいらっしゃったんですけどもね、随分こう古い無線機とかですね、懐かしい無線機があるみたいなので、ぜひね紹介してくれませんかっていうことをいただきましたんでね、ありがとうございます。もうそういうふうにね、なかなか言われたことがないのでね、あまりその辺には触れずにまあ もちろんCW したいという、チャンネルでしたのでね、まあ今後いろいろまた、CW だけではなくてですね、まあ4も、ちらほらとのらりくらりとやってますけれどもね、はい、そんな感じで今日はね、シャックの紹介をしたいと思います。まあいろいろあるんですけれども、もちろん使えないものもあるんでね、なんだっけ、保証認定、保証ですか、ジャードの方にね申請してないものもありますんでね、まあその辺をね、ご理解していただきながら、まあメインで使ってる無線機がまああるのでね、それを紹介していきたいと思います。はい、ではでは、向かってシャックのね左サイド、今日は左サイドまで紹介させていただきますまあちょっとね、古い無線機ばかり並んでおりますけれども、まあ僕ねこの古い無線機が大好きでね、もう何でしょうね、もう佇まいがね、もうたまらなく好きですね。はいそんなわけで、それと、今ね結構メインで使ってるのは実は、こちらですね、 FT817、この間CW フィルターをようやく、無事にですね手元に届きまして、装着いたしました。以前ねCW フィルターあったというか、メルカリに似たなんかそんなようなサイトでまんまとね引っかかりまして、まあ安かったんですよね、安いのおかしいなと思いながらも、ね、欲しいものが目の前にあるとですね、ついつい分かっているけどやめられないなんかの歌みたいですけど、はい、まんまと騙されまして、この時ばかりは、はい、詐欺サイトにやられましたということでですね、はい、その上がですね、中華製の ATU100、 こちらもね皆さんね、ご存知の方多いかなと思いますけどね、とても重宝しております。モービルとですね固定と、はい、一つずつね、置いております。まあオートチューナーなのでね、自動でやってくれるんでね、便利です。はい、なぜメインかというとですね、僕このもう QRP 基本もなんか QRP ですね、 CQ 出すときは極力最初は3ワットぐらいでやるんですよ。それで誰か見つけてくれるかなという楽しみをね、結構ワクワクしながら言っております、はい、なんでかね、大きい無線機もあれもちろんありますけれどね、そちらで CQ を出す勇気がないのかな、小心者ということなんでしょうか、はいそんなこと言ってましたけどね、こちらでねたまに CQ を出してですね、今ねこちらメインの方にあるのはね30と50とか100とか出ますけど、もう基本もほとんどそのは出しませんね。呼び回りで例えばコンテストとか、あと海外とやりたいとか、そういう時はもちろんこちらでね、やりますけれども、基本もう僕このこじんまりとした感じが好きでこちらでね、のらりくらりとやっております。はいはい、ですね、でその隣が
はい、こちらのいつもね、ポータでね、使用しているアイコムの705ですね。メディア KJCW クラブアクティベートゥアブレインステッカー貼っております。はい。こちらもね、もう便利ですね。ポータにはね、必要不可欠という感じで僕は使っております。はい。で、その下。はい。これ古いです。古いです。TS の 130V、10W 機ですね。CW、SSB、ね。M モードありません。はい。それで、こちらはね、僕が、まあ、免許を取ったのが25、6年前で、本当無線やってたのが1年しかやってなかったんですよ。ついすぐもう何ですかね、無線をやめたっていう感じなんですけど、でも原因はないんですけれどね、その時パソコンが、流行って、インターネットが流行りまして、もうそちらにちょっと興味を持ってしまったというのが、原因で、ほぼほぼ20曲ぐらいしか更新せずに、去年再開局するまで無線は全然やっておりませんでした、その間にですね、なんかやっぱ無線機が好きで、まあコレクターというか、どうしても好きなんですよね、こういう昔のこの古いこの感じっていうんでしょうかね、なんかこの小学生の頃にとか子供の頃に見ててね、雑誌で手が届かなかった無線機をね、いい大人になってね手に入れるというのが、まあ本当なんかワクワクというんでしょうかね、心動かされまして購入した無線機ですね。当時はね、まあ多少どうでしょうね、まあ僕その当時電波これで出したことがないし、いまだに出したことないんですよ、更新もしたことがないという、もちろん古い無線機ですのでね、ジャードでね、保証も受けてませんので、使っておりません。それで一応ね、なんかこちらトリオかなが、ヘントかな、お勤めになってた OM さんがですね、レストアっていうんでしょうかね、整備してくれるという、ことで僕の先輩にご紹介いただきまして、一度ね全部直してもいただいたんですね。でやっぱり感度とかですね、受信とかがすごく良くなりました。はい、もう今は本当完全な状態と言ってもいいんではなかろうかぐらいのね、感じのものになっております。はい、もったいないんでこちらはね保証取って使いたいなと、いずれ思っております。はい、それで、下がですね、こちらが、140-430のですね、まあエアバンドも聞けるんでしょうけども、ID の4100っていうんでしょうか、はい、D スターって書いてますね。はい、ここですね。こちらはたまにね、ローカルのOMさんとね、お話しするときにね、たまに使っております。はい、それでこちらが、はい、言わずと知れた一吹き、昔のですね、八重洲の FT101ZD と下が、101の ZSD ですね。はい、2つ、100W、上 100W です。これで下が 10W になっております。はい。上は 100W のね、こっちでちょっと送信はできません。壊れてるものをいただいてね、先輩からで電源入らないっていうことで、で処分するってね、もったいないんでね、僕が今もう引き継いでというかいただいてきて、まあ配線し直しして 12V でね、 13.8 でね、受信だけできるようにしてあります。で下が 10W 機なんで、こちらはね、送信できると思いますけれども、ドライブ管がですね、12BY7A というミニちっちゃいね、ドライブ管で、集団が 6146B ですね。はい。こちらが2本、こっちは2本入ってますけどね、確か。はい。そうですね、100ですからね。こっち1本だと思います。はい。12BY7A とですね、6146B はね、なぜかうちにたくさんありますんでね。はい、そんな感じで、もう処分してもいいなとは思うんですけど、はい、20本ぐらいあったかなって感じです。はい、そんな感じでですね、はい、まあ、左サイド、まあ、よく僕が使うメイン、ね、の紹介だけに今日はしておきます。
あとまあ、メインというか、まあ、この正面にある無線機はね、また後日、はい、ご紹介させていただきたいと思います。時間なくなったんでね。はい、こんな感じでした。また、次回、パート2でね、やりたいと思いますので、よろしくお願いします。JN7LMI 蕎麦屋の親父でした。どうもー。